皆さんこんにちは、駒形真由美です。お元気ですか？さて、第3弾、私と一緒に今日はパルマの街を散歩します。このパルマ川に面している大きな建物が昔のパルマの領主が使っていた建物です。ここをくぐると街一番の広場、平和の広場に入っていきます。ここにはかつての領主ファルネーゼ家が作ったファルネーゼ劇場が再現されているピロッタ宮があります。パルマに来たらやっぱり行きたいところの一つです。ここはポカポカ暖かくなってくるとたくさんのパルマっ子が集まってくる広場です。さて、メインのガリバルディ通りを進みますよ。パルマの街はルネッサンスやマニエリズムの時代の画家コレッジョやパルミジャニーノが有名ですが、やっぱり私にとっては音楽かな。ここに姿を現したのが1800年代初期のオーストリア統治時代に建てられましたレジョ劇場です。毎年ブッセートの街で行われるヴェルディの声コンクールの参加者もこの劇場で歌えることを夢見てるとか。素敵な内装ですよね。オーストリア時代はパルマ湖マリア・ルイージャの色ブルーで統一されてたそうです。毎年10月に行われるヴェルディフェスティバルの看板も見つけましたよ。これは2021年のです。さあさあ、どんどん進みましょう。劇場の前を通り過ぎると左手にサンタマリア・デ・ラ・ステッカータ教会の後ろ姿が見えてきます。さあ、道を渡ってステッカータ広場に入って突き当たりの建物右の方に行くと、この街のもう一つのサロンと言われている広場に到着なんです。ここはガリバルディ広場、昔の総督邸っていうのもあって、あとパルマ市役所なんかもあるんです。で、皆さんパルマっていうと何想像しますか？パルマハム、パルメザンチーズじゃないですか？実はこのパルマの町、ユネスコの創造都市ネットワークに食文化で登録されてるんですよ。世界遺産ではないんですけどね。ということで、パルマっ子も多く集まる有名な食の通りを歩いてみましょう。私が歩いた時はお昼ご飯の時間もだいぶ過ぎてたのであまり人がいませんでした。皆さん何食べてるのかな。ほらほら、見えてきました、あのウィンドウ。なんだかわかりますか？パルマの生ハムの塊。で、こっちの袋に入ったハムは何かご存知ですか？そうなんです。究極の生ハムと言われているクラテッロ。クラテッロの生産者さんも訪ねているので、ちょっと皆さんにもお裾分け。ここはかつて日本人もクラテッロ作りの修行に来たという生産者、アルベーデルというレストランも経営しています。オペラファンには嬉しい、あの有名なテノール歌手カルロ・ベルゴンツィの親戚の家系なんです。Se oggi parliamo di salumi, prosciutto, culatello, parliamo di cibo, bisogna capire bene come è fatta l'Italia.
gli abitanti di questo paese si spostano in tutta l'Italia per fare i salumi. Venivano pagati per questa tecnica. Noi siamo a Parma, che è quella città qua. Quando arrivano qua, nasce il prosciutto di Parma in montagna. Io sono vicino al Po, invece, non riesco a fare il prosciutto. E qui nasce il curatello di Zibello. 1800年代後半から6代続くというクラテロ作り。レストランのお客様にはこの貯蔵庫無料で見せてくれるそうです。Non abbiamo chimica, non c'è climatizzazione, non ci sono spezie. Che cade a pavimento, vedete? È il nostro segreto. In effetti si sente da odore e come l'altro. La caratteristica è che il mattone è posato sulla terra e sotto un metro c'è acqua. 膀胱に詰めたもも肉を紙の力を借りて熟成させるんですって。さて。ここで大事に作られたハムを試食させていただきました。クラテッロの食べ方もどうぞ。Si usano le mani, diventa tutto più buono il salume. Si annusa, si mette in bocca, si chiude la bocca per 3-4 secondi senza mangiare, senza masticare, e poi si inizia la masticazione, un po' come succede nel vino che si tiene nel palato. こんなにたくさんのハムを試食させていただいたんですが、おすすめのいくつかをどうぞ。こちらがクラテッロ、ジベッロのクラテッロで、18ヶ月、こちらが26ヶ月。これが、スパッラクルーナ。これは26ヶ月の方です。スパッラコッタ、さっきのスパッラクルーダは生でしたけど、火が入ってるものですね。これは、イタリア最大のオペラ作曲家ジュゼッペ・ヴェルディが、好んでこう食したというハムです。いただきます。美味しい。美味しいです。Parmigiano Reggiano è un formaggio semplicemente perfetto. Piace a tutti, bambini, adulti, antipasti, dessert. È alla base della cucina italiana.職人気質の食と芸術、素敵な方との出会いでした。